僕の大好きなですね、はい、ボー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 が何で笑ってんすか。いやいや違うんだよ、大丈夫だよ。僕のですね、大好きな漫画、はい、ボー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 がね、はい、20周年迎えるんですよ。素晴らしい。はじけ祭りと書いて成人式と呼ばせたい。おお。今また1話公開してますからね。前にちょっとボーボーの動画上げたんですが、はいはいはい、まあ、ちょっとなんかダスト君があんまりこうバトル要素みたいなのがあちょっとみたいな感じで言ってたんですよ。はいはい、ちなみに兄もあの動画見て、いやあれはおかしいだろうって言ってまして、じゃあ汚れたいと何やってんだよボーボーボーはって言ってましたんですよ。マジか。ギャグが面白いのはダスト君も分かってるじゃないですか。ボーボー、はい、もうめちゃくちゃ面白いんですよ。はいはい、バトル部分もね、僕も結構見てもらいたいというのが僕の中ではありまして、ボーボーを進める上で言うと、はい、で今回ですね、ボーボーボーそのバトル的に見て、バトル的に見て結局こうドイツがこうどう強いのか、どういう戦術取るんやっていうのを僕がいろいろ喋っていきたいなと。いや、いいですね。いうわけでございまして、確かにちょっとずつ今読んでて、あの気になるなっていうのは確かにあるんですよ。だからちょっとあのもし質問があれば全然聞いてみたいなっていうふうに思うわけでございます。はいはい。ボーボーボーはね、その、まあ、これまで説明したんですけど、ギャグ漫画ですよ。ギャグ漫画なんだけど、まあ、基本的に、けがり隊っていう敵と戦ってるわけなんですよ。はいはい。で、倒してってっていうのがストーリーなんですよ。うんうん、で、結構ストーリーはめちゃくちゃなように見えて、しっかりしてる部分もあって、めちゃくちゃなとこもあるって感じなんですよ。はいはいはい。あれ、こいつ死んだんじゃなかったっけみたいな、スッて出てきたりとかするんですけど、あ、そこは、まあ、ボーボーボーだからいいやろって感じですよね、はいはいはい、そこに関しては。なんか、粉々に砕け散らなかったよ、こいつみたいな。普通に出てくるんで。はいはい、ドイツが強いのかとか、ああそうそ、戦術ちょっと語っていきたいと思います。大事です、はい、お願いします。まあね、ボーボーボーの中であの一番強いやつっていうのはね、うん、はい、まあ、正直ボーボーボーっすよ。ボーボーボーがどういうスタイルかっていうと、やっぱ鼻毛のやつって思われてるんですけど、はい、ボーボーボーっていうのは何をするか分かんないんです、はい、何が起きるか分かんないからやっぱ戸惑うんですよ、はいはい、敵はなんだこれってなって、まあまあなるほど、そうで、かつあの鼻毛神経奥義のその鼻毛を使った方の技もめちゃくちゃ強いんで、はいはいはい、基本的に。あとあいつ脇毛神経使えるんで、あとあの腕っぷしも尋常じゃないんで、もうマッチョじゃないですか、見て分かると。あ、上半身どうなっとんねんってくらいでかい。確かにね。新設の技で鼻毛神経奥義でゲラバラッシュって技があるんですけど、これ殴ってるだけです。これマジで。例えばあの脇チョップとかあるじゃない、こうでこうだからグッて。あとボーボーボーワールドですね。あ、まあ、そういった技も普通にあるんですけど、はい、それを一回覗いたとしてもシンプルにもうボーボーの作り出す世界観、はい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 、これがもうやっぱりその制御できるものじゃない。そうだね、本当に強い。でもそれこそがあのギャグ漫画たらしめてる部分だよね。そうですね。でちなみになんだけど、味方でもさ強いやついるじゃん。はいはいはい、はい、結構、まあ、破天荒とか、うんうん、でも破天荒って一回だけボーボーの力を試すためにわざと敵にこう急になったみたいな感じでボーボーに挑むシーンがあるんですけど、うん、普通に負けましたから、うん、あーボーボーの技でなんかバーベキューみたいな技があって、はいはいはい、それでもう破天荒何が来るか分かんないっつって、でもその下が網になってるから下から炎だな、うん、って思って避けようとした瞬間、ボーボーがでっけえ象を持ってきて、うん、あ、象って動物の象ね、はい、象落下バーンでもうガーン一撃です。超強いでしょ。まあ、それソフトンとかも負けてますからね。あ、そうなんだ、うん、そう結構なんか負けるはなんか理解できるけど、なんかいい勝負みたいなイメージはあった。あ、ソフトンはね、いい勝負したんですけど、いい勝負した。ソフトンはなんでやられたかって言ったら、まさにボーボーワールドって技があるんですけど、はい、ボーボーワールドって自分を解放できないと大ダメージ食らうんですよ。あー、なるほどなるほど。でもうあのバカになるというか、はいはい、もう意味わかんないことしまくるんだけど、ソフトンってビューティーの兄貴なんですよね、はいはいはい、でそれ隠して生きてるっていうのが実は最初から設定としてあったんですよ、はいはい、だからそれでもういるだけでもうダメージ食らい続けるんですよ。そっか、ソフトンはね、あの一回、サイバー都市編っていうそのストーリーの時の電脳六刀騎士っていう6人いるあのめちゃくちゃ強いやつの一番上 J っていうなんか玉ねぎ頭みたいなやつがいるんですけど、あー、はいはい、そいつにも普通にやられましたからね。めちゃくちゃ強くて黒太陽神経奥義、あれなんだっけ、電ボだっけ。あ、そう、電ボで倒したやつですよね。はいはいはい、でもデンボで倒してるからボーボーボーは勝ってるからね。でもちなみにソフトンが結構認めてるのがドンパッチなんですよ。で、ちょこの辺も分かんないですよ、どっちが強いのか。あー、だからドンパッチも負けてる時はあるんだけど、うん、やっぱ戦歴が多いのよ。そうだね、どちらかというと勝ちの多いタイプだよね。そう、だから僕の中ではボーボーの次に強いのはやっぱドンパッチが来るんじゃないかなと。まあ魚雷先生かな、はい、俺だから魚雷先生がさ限定的だけどトップなのかと思ってたんだよね。まあ、そうだね。まあ、でも、ボーボー勝ってるからね。あ、そうなの？魚雷先生勝ってる。魚雷先生はでも、まあ、1位に匹敵する。いやあの、シンプルにここなぜかギャグにしては、なんかめちゃくちゃ、あの、ここはあるんだっていうのが、魚雷先生体が硬いんで、うん、あのなんか剣とか通らないんですよ、確かに。なるほどね。そう。で、魚雷先生も強いんだけど、でもその、電脳六刀騎士の J の次に強いのがシビトってやつなんですけど、ゴシック新競技っていうのを使うやつなんですけど、はいはいはい、こいつに、ちょっと魚雷先生が圧倒してたんだけど、うんうん、途中記憶消されちゃって、うん、で、あの、ドンパッチが活躍してなかったらしか勝ってなかったんで、あ、こういうとこも見ると、これはまあやっぱドンパッチの全然トゲアタックっていう、あの、必殺技がなかったらシビトには勝てなかったんで、あ、トゲアタックでドンパッチエキスを中に入れて、あの、バカになっちゃったから、炎とかを出したいつもりがなんか変な、なんか明太子とかできたりとかで、
全然言うこと聞かなくなっちゃって、このドンパッチの強さ、はいはい、他にも説明すると新説の方になるんですけど、うん、アルファゲー三大王みたいなやつがいて、それにバブーってやつがいるんですよ、はいはい、でこれめっちゃ強いんですけど、うん、あのバブーがあのビューティー の, あのなんかクローンでジャティーってやつがいるんですけど、はいはいはい、はい、こいつにやられてるんですよバブーが。そうで、ちなみにドンパッチはでもジャティー圧倒してたんで、うん、めっちゃ強いんですよ。おお、いやめちゃくちゃかっこいいから、そこ、あそこジャティーってあのボケに対して、うん、あのこうツッコミを入れ、氷のツッコミ神経っつって、はいはい、こう相手を凍らすっていう、笑いの底が見えたよで、バブーが凍っちゃうんだけど、ドンパチめっちゃボケるやん。で、ジャティがあのふざけんなーっつって突っ込もうとして、ドンパチソード二刀流っつって、お前弾けたんねーぜ。おー